前髪。めっちゃ扇風機見えてる。ちょっと恥ずかしい。ちょっと恥ずかしいから。よし。こんばんは。はい、AKB48 愛媛県出身の高岡薫です。よろしくお願いします。え、なんか可愛いギフトだ。すごい、猫？猫じゃないね。いや猫だね。猫が歌ってる。可愛い。どんなギフト？何関連なんだろうか。はい、本日もねショールームをやっていくんですけれども、今日は皆さんどんな一日でしたか？私もう本当に最近なんかずっとぼーっとしてて、もうマジで良くないなって、もうやりたいこといろいろあるのに本当に良くないなって思いながらもうぼーっとしちゃうんですよ。もうね、もうね、そう本当に良くない。いろいろねやりたいこといっぱいあるのに本当良くないなって思って、良くないなしか言ってないけど、ジューンブライド関連ギフト、わえー、そうなんだ。あれか、合唱隊ってことか。いやよくわからんかった。でもそっか、結婚式でそういうのあるんですか？もう詳しく全然ダメすぎて、本当に結婚式ね一回だけ参加したことあるんですよ、いとこの結婚式に。そう、それぐらいしかないね。皆さんは結婚式って何回参加されたことありますか？まあでも人によるけどね、やっぱご友人の結婚式行ったよっていう方もいらっしゃると思うし、それこそあの兄弟の結婚式がありましたとかもあると思うけど、どうなんだろう。あ、2回、そっかそっか。1回だけ、ほう。会社関係とか友人とか数えるぐらいだけ。そうだよね、私も1回しかないからね。うん、2回ほど、1桁かな。1桁、なるほどね。あ、でも確かにそんな10回も行く人はいないか。なかなか結婚式10回ぐらい行きましたみたいな、わかんないけど、あ、でも20回ぐらいっていう人もいたわ。物心つく前にあるらしい。そうなんだ。5回ぐらいは行ったような行かなかったような。すごい、多分30以上。すごいね。でもやっぱ結婚式に呼ぶっていうことはね、それなりの関係ではあるから、それはそれでとっても素晴らしいと思う。絶対大変だとは思うけどね。そう、みんなもう、まあ人にもよるけど、大体教会、まあでも教洋式とか和式とか、はたまたそれとは別のあの仕様とかもあると思うんだけどね。私はね、小さい頃すごい教会への憧れは、なんか教会への憧れって言い方変だけど、めっちゃおしゃれな建物だなみたいな、行ってみたいなみたいな気持ちはね、すごい小さい頃はめっちゃありましたね。そう、街に立ってる教会とか見て、うわーすごいな、中入ってみたいなとかめっちゃ思ったことある。そう、
新郎新婦さんに花束を渡したことある。素敵、いいな、いいね。そう、私はね、その初めての結婚式がいとこの結婚式で沖縄に行ったんですけど、もうそれもそれですごい思い出に残ってて、まあ、なんだろう、その家族とよく旅行で沖縄には行ってたんだけど、夏に。でも8に入ってからやっぱ夏がすごい忙しいから全然旅行に行く機会がなくて、だからその時にめっちゃ久しぶりに沖縄に家族で行っちゃったのとか結構思い出に残ってる。あ、うん、結婚してあげるなら、そうだね、まあ今の時点で結婚願望が皆無だから、うん、だけどピューロランドでの結婚式にめっちゃ憧れてるなんかあるんですよ、そういうプランが。だからめっちゃいいなとは思うけど、だからといって結婚したいかって言われると、いや別にっていう感じなんですよ。ただちょっとそれには憧れてるよっていう。そう、っていうのはあるけど、まあね、結婚願望はぶっちゃけない、はい、ないです今のところね。それわからんよ、20年後ぐらいには結婚願望あるかもしれないし、20年後だったら40歳か。まあでもさすがに私と同年代の人が結婚するのはちょっと早いのかな、まだ。まあでもこの年齢で結婚する人もいるのかな。いやーどうなんだろうね。まあ私今年で23歳ですけど、まあ23か、わからんどうなんだろう。ただまあね、どうなんだろう。私も結構交友関係がなんか狭く深くって感じだったんですよ。あ、なんかすごい全然仲が悪かったとかではないんだけど、そう、なんかもちろん同じクラスメイトでそれなりの仲ではあったけど、友達って言われるかっていうとちょっとなんか違うような気もするしなみたいな感じの関係ってあるじゃないですか。そういう子ばっかりだったからね、あんま呼ばれることないかもしれない。そう、でも結婚式には呼んでねっていう、あの呼んでねって言った子は何人かいる。そう、覚えてくれてるかな覚えてくれていますように。ルンバはすでにウェディングドレスが来たからな。いや、あれはね、私が来たんじゃない、鉄が来たから私じゃないですで、あれはあくまでもてっちゃんなんで。
そう、同窓会ね、マジでまだ一回も行ったことがなくって、そう、どうなんだろう、皆さんってどの同窓会が、ん、どの同窓会になんかあるじゃん、小中高って。で、私小学校の同窓会はマジで聞いたことないんですよ。そう、まあ、中学もないし、高校は一回あったんだけど行けなくって。一回あったっけ、あったよね、うん、もうね、一回もね、同窓会に行ったことがない。そう、でももう小学生、小学校のことはほんと疎遠になっちゃったわ。もうね、多分二度と会うことない気がするそう、そう、成人式はあったにはあったよね、できなかったんですよね、お仕事入っちゃっていけなかったから。もうね、ほんとね、二度と小学生の子に会うことないと思う、しかも小学校の子に会うことないと思う。もうガラケーにも電源入れてないし、そう、私小学生の頃ってガラケーだったんですよ、まあ、中学からはだいたいガラケーで、まあ、お仕事はスマホみたいな感じだったんだけど、そう、でもそっからね、なんかメールアドレス新しくなりましたとか全くね連絡してないから、そう、もうね、二度と会うことないと思う。いるかな。いや、まあ、もちろんね、あの高校生まで一緒だ、高校まで一緒だった子、まあ、高校まで一緒だった小学生の子ってほとんどいないんだけど、高校まで一緒だった子でもう会いたいよっていう子ね、めっちゃいるんですよ。めっちゃじゃないや、いるんですよ。でもタイミング合わなくて、そうそう、なかなか、でも今後会えたらいいよねみたいな話はしてて、そうそう、そう、結構それなりに仲良かった子はもう今愛媛じゃなくて違うとこにいるんだけど、もう音信不通ですね音信不通すぎる、マジで。元気にしてるかな、元気にしてるかな。もうね、私一回ね、学校転校したことがあって、小学生の頃に。そう、でももうだから、その転校する前の時なんて、もう多分誰も私のこと覚えてないと思う、本当にマジで。一人だけね、なんか DM してきてくれた子がいて、返してないんですけど返してないんだけど、あれ？いたよね？うん、返してはないんだけど、そう、一人だけいて、多分それ以外の子は覚えてないだろうなって思って。まあ、なんかそれなりに手紙交換してた子とかは何人か覚えてたりとか、幼稚園小学校一緒だった子とか覚えてはいるけど、まあ向こうは覚えてないだろうなみたいな感じですね。そう、全員ではないね、うん、多分写真見たら思い出すんだろうけどね。まあね、そう、転校する前のね、もう卒アルとか持ってないからね、わかんないんだけど。
そうそう、もうだからもう多分もう誰も覚えてないマジで、あの転校する前の学校に関してはもう誰も覚えとらんと思う。そう、その学校もね、もう全然長くいなかったからね、多分私が AKB になってることをもう知らないと思います。その前に忘れてるマジで。そう、恥ずかしいな。みんな元気かね。ほんと、まあ、元気にしてくれてるのが一番ですよ。でもあとはね、小学生の頃にあの同じ学校じゃないんですけど、あのダンスですごい仲良くなった子がいたんですよ。もうめっちゃ親友みたいな感じの子がいて、でまあ小学校卒業してからは全然会えてなかったんですよ。そう、まあダンスつながりだったんだけど、そのつながりも切れちゃったからさ、まあ、全然会えなくて、たまに連絡は取ってたんだけど、ちょうどね、なんか愛媛ツアーやるから見に来てみたいな時に、え、いい、行きたい行きたいって言った時に、そんぐらいから音信不通になっちゃったんだよね。元気にしてるかな。そう、結局そう、そっから全く連絡取れなくて、だからその子が今どこで何してるかも知らないんだよ。ちょっとセンチメンタルじゃないけど、なんかちょっとね、気持ちが沈んでしまった気持ちが沈んじゃったわ。よくないわね。まあでもその子とはもうダンスつながりだったから、ダンス、まあダンスつながりだ。もう、まあ、小学校も全然ね違ったし、もうその子との共通の友達も誰一人おらんけんさ、もうね向こうから連絡来ない限りもう私わかんないんですよね。そう、結構なんかそういうのってちょっと寂しいなって思うよね。そう、なんか何かと私やっぱつながりあったら嬉しいなとか思っちゃうから、そうそう、連絡はするけど全然帰ってこないみたいな。そう、向こうからお手紙とか来なかったらもうわかんない。そう、
まあね、そのダンスって言ってるのもね、習い事のダンスとはまた別だったからね。なんかもうそう、なんて言うんだろう、難しいけど、まあなんて言うんだろうな、難しいけど、そう、その習い事のダンスとはまた違うやつだったからね。本当につながり薄いんですよ、マジで。そう、一時期はね、そのなんか先生とも連絡取ってたけども、全然取らなくなっちゃったし、ね、なんかそう思うと寂しくなってきちゃった。ね、なんかそう思うとちょっと寂しくなるね。こっちはね覚えてるけど、多分向こうは覚えてないんだろうなとかね、考えちゃうんだよね。皆さんそういうことないですか？そう、なんかたまに思い出してああってなる。そう、幼馴染ね、幼馴染いなかったな、マジでマジでおらんかった。そりゃそっか、転校したから、そりゃそうだ、幼馴染マジでいなかったからな。憧れた幼馴染という存在にめちゃめちゃ憧れました。そう、よくあるじゃん恋愛漫画でさ、幼馴染と恋に落ちる的なやつ。別になんか恋愛に憧れてたっていうよりか、幼馴染っていう存在に憧れてました、本当に。まあでも一人もいなかったからね、そういう人が。そう、とかね、あとは毎年すごいお世話になった方と忘年会を開くんですよ。でももうここ数年はね、あのコロナのこともあって開けなくって、で去年やっと開けるってことになったんですよ、忘年会。でそれをすごい楽しみにしてたんだけど、まあ、ちょっとそこでもコロナのことがあってね、今年はなしでっていうことになってね、もうね寂しくてしょうがない、本当にね。なんか今年こそあればいいのになとか思うんですけどね。やばい、どんどん寂しくなるわ。やばい、今日めっちゃ寂しい配信になっちゃってる。どうしようみんな。何からこれになった？ジューンブライドからだ。だいぶ寂しい話になってきました。さて、寂しい話になってまいりました。あ、さきさんの生誕祭、いやいや、こちらこそとっても楽しい時間を過ごすことができて嬉しいです、私も。
ダメだ、またちょっと思い出しちゃった。まあ、泣いたりはしないんだけどね、ちょっと思い出しちゃったことがあってね。はあ、ダメだ。そういえば今日スーパーに行った時に、私の家族でシルコサンド多分好きなんだと思うけど、好きな子がいるんですよ。私自身シルコサンド食べたことないんだけどね、絶対好きなんだけどなかなか食べる機会がなくて、でそしたらね、今日シルコサンドの塩味を見つけて、しかも博多の塩が使用されてるの。そう、博多の塩ってね、愛媛県で作られてるものなんですけど、そう、博多の塩のシルコサンド、博多の塩が使用されてるシルコサンド見つけて思わず買っちゃったよね。でもこれは家族にあげます。はい、ついつい買っちゃう。そう、なんかそういうの見ると、あの子にあげなきゃみたいな、あの子にあげなきゃみたいな感じで買っちゃう、ついつい。そう、シルコサンドっていうのがあるんですよ。私もね、食べたことないからよく知らないんだけど、でもこれ愛知のお菓子らしいですね。そう、知らなかったけど。ルンカツにはならないと思う、私食べてないから。そう、これ私が食べる用で買ったわけじゃないからね、ルンカツにはならないと思う。なんかシルコサンドいろいろ見かけたことあるんですけど、だいぶ忘れちゃった。栗とかあったような気がするんだけどね、なんか秋限定のものとかまあまあありました。そう、ちょっと待って、熱い、もうちょっとあげる、あー、筋それだけなんだけど、なんかこういうのがあったよっていうだけ。そう、それがね、博多の塩を使われてたよっていう話です。まあでもルンカツ、でもこれは言ったことあるかな、その博多の塩工場の、博多の塩工場に遠足で行ったことがあって、でそこで見た海がめっちゃ綺麗だった、綺麗 でそこでお弁当を食べたのは高校生の時の思い出ですね。そう、海めっちゃ綺麗だった記憶あるんだよ。ね、言ったね、この話は。まあね、写真もないからね、そう。You are so beautiful. Thank you.
の時だったかな。忘れた。さあ、こっから何の話しようかね。だいぶ今日の始まり暗かったから。今日の始まりが暗すぎたからな。こっから明るく巻き返していかなくてはね、ならねえでございます。でまたなんか新しいルン活とかねあればいいんだけど、なんかないかな。なんか私よりも家族が言ってることが多すぎて、もうさ私が何もタイミング合わんくって、もう全然一緒に行けとらん。いっぱい行きたいとこあるんだけどね。そう、だって今思い出した、今思いついた梅津寺もさ、ルン活できないもん。だってもう梅津寺パーク閉園しちゃってるんだもん。そう、梅津寺パークはもう私が何年生の頃だね、小4ぐらいの時に閉園しちゃってるかな。懐かしいな梅津寺パーク。そう、昔愛媛県に遊園地があったんですよ。名前は梅津寺パークっていうんですけど、そこに一回行ったことがあって、そう閉園しちゃうから閉園する前に一回行こうみたいな感じになって行ったんです。でそしたらコーヒーカップが楽しすぎて、なんか3回か5回ぐらい乗ったんですよ。そしたら家に帰ってから気分が悪くなりました。当たり前です。はい、であとはジェットコースターがマジで怖かったのと、それ以外覚えてないんだよな。いやまだ覚えてるんだ。なんかひたすらぐるぐる回るメリーゴーランドとはちょっと違うやつにもなって曖昧すぎる。なんかその時行ったご飯屋さんでの写真はあるけどね、何屋さんだったか絶対覚えてないからね。難しいな。うん、全然最近じゃない、小学4年生の頃なんで。私が10歳、13年前ぐらいの話です。そう、ね、おじいちゃんと一緒に行ったんだよ。なんかそうなの、バイシンジパークの跡地みたいなところに
ミキャンパークができたんだよね確か。実は一回も行けたことがないんですけどね。何回かね行くみたいな感じになったけど結局行けなかった。難しいな、バイシンジパーク。やばい、今日なんかめっちゃもう昔を懐かしんでる配信になっちゃってる。あんまね、なんかいいこともあるけど、今日良くないことの方が多いからな。もうちょっと、なんか違ういい話がしたいな。でも最近マジで本当無駄な日々を過ごしていて、もうね、自分がね、嫌になってしまう、本当に。そう本当に嫌になる、マジで。本当にね、もう無駄な日々を過ごしすぎ。もうでもね、どうすればいいの、本当にもうやだ。まあ、でもね、そう、まあ絶叫はね、私もジェットコースター未だに乗れないしね。なんか指やばい、何の話しよう。何も思いつかない何も思いつかないな。夕飯は鶏むね肉食べたそう、毎日一緒なんです毎日一緒のお肉、味をちょっと変えてるぐらい。今日はポン酢焼き、明日はめんつゆ、次の日はポン酢みたいな。もうそれを交互に繰り返して、たまに味噌漬けみたいなのを繰り返してるね。こんなに鶏むね肉続くのって良くないんでしょうか。どう思う、みんな。まあ、言うてね、毎日朝ごはんに食べてるもん本当一緒なんですけど、ずっと納豆、毎日納豆、卵、たまにツナ缶みたいな。そう、毎日一緒。なんだったらお昼ご飯も大体一緒そう、ほぼ毎日一緒。違うのは野菜とキノコぐらいかもしれない。そう、割とマジで。そう、でも私は今度ね、あの
ブリの味噌漬けを食べてみようと思って。そう、もうね、あの味、下味はして冷凍しましたね。はい、すぐには食べないからさ、いつか食べようと思って残してるのさ。マジで魚のバリエーション本当に欲しいんですよ。そう、もう魚をね、さばけるようになったらね、もっと広がるんだろうけど、そう、ブリとかサバみたいな脂質高めの魚食べたいってなるんだよね。でもサバってね、結構一切れめっちゃ大きいじゃん。なんかその半分で売ってほしいなってめっちゃ思うんですよ。そうそうそう、私そんな一切れ一気に食べられないからさ。あ、そう、魚の油はとってもいいんですけど、やっぱとってもいいけど取りすぎも良くないからね。そう、結構サバの一切れ大きいからさ、あれで脂質40ぐらいとかあったりするんですよ、ものによっては。そうだからね、なんかその半分ぐらいで売ってくれたらすごいちょうど食べやすいんですよ。そうそうそう、まあ、でも最近はね、ちょっとブリの切り身大きいなっていう時は焼いて、あのちょっと割って、もう残りの分冷凍するとかよくやってるけども。そうそう、そう、もう冷凍大好きマンだから。いや大好きはそうだけど、もう大体あのもらったお菓子もちゃんと冷凍できるかどうかを考え出すから、もうね、そう。いやでもほんとね、なんか人によるからね、それは。やっぱいっぱい動く人だったりとか、そりゃなんかあの基礎代謝が高い人だったりとかっていう人は、そりゃもちろんたくさん食べないといけないから。そうそうそう、なんか私がそのサバのあのぐらいの一切れが大きい、まあこんぐらいよの一切れが大きいとしても、人によってはもうお昼ご飯それぐらいじゃないと足りないっていう人も全然いるから、それは本当ね、あの人と比べるのはね、良くないです。やっぱ自分に合ったのが一番ですからね。そう、油はほとんど使わないですね。でもお昼に野菜、温野菜に油をかけて食べるぐらい。基本的に油使ってないんですよ。そう、使わないね。ごま、でも大体ごま、大体言ってるかごま油です。オリーブオイル使うことはないからね。そう、でもごま油って美味しいよね。私の影響で納豆を毎日食べてます。大、しかも大体いいね。私もね、なんか納豆ね、別に好きではなかったんだけど、まあ、毎日食べるようになって、まあ好きかって言われると、まあ好きだけど好物って言われたら違うなみたいな。そう、え、
まあ、言われないからそんなこと言われたことないけど、なんか言われそう今後、毎日食べてるのって、じゃあ納豆好きなんだねみたいな、まあ好きだけど別に好物じゃないなみたいな、私そういうことばっかりですね。そうそう、そうサラダチキンをよく食べてたけど、まあ好きだけど別に好物じゃないよねみたいな。そう、前にね、さきさんの生誕祭で私が食べるとしたら朝食は和食か洋食かっていうのがあったんですよ。もう今ではもうほぼ和食なんですけど、なんだったらね、なんかもう好きなものだけ食べなさいみたいな感じになったらもう洋食が好きなんですよ私は。和食は今ではもちろん大好きですけども、そう、そう、私がね毎日食べるものと好物って全然違うからね。そう、だったらじゃあ好きなもの何、食べ物で好きなの何って言われたらめっちゃ難しい答えるの。でも一個言えるのは、お母さんの作ったハンバーグはマジで好きなんですよ。そう、あとは誕生日の時に出てきてたミートパイも好きだった。昔は食べられなかったけど今は好きな食べ物ってめっちゃあるよ。お寿司もそうだし、焼肉もそうだし、お刺身もそうだし、それこそあとなんかあったと思うんだけどな、お菓子だったら結構あるんだよな。あと何があったっけ、思い出せない。でも食わず嫌いが激しかった、あ、うなぎもそうだわ、食わず嫌いが激しかったから、もうね、なんで私これ食べてなかったんだろう、ほんとマジで意味わからんわみたいな食べ物いっぱいある。そう、あら、うちの高岡家の料理を簡単に食べれるとは思わないので、多分ないと思います拒否みたいになっちゃってるけど、いやダメです、そんなね、皆さんにそんなもうプレミアついちゃうよそんなのいやでもね、まあまあね、まあ願うだけただですから。そうそう、ウニはねちょっとまだ食わず嫌いじゃないけど食べるの勇気いる。親がウニはマジでお店によって違うからそんなに食べなくていいよとは言ってないけど、そんなにねみたいな感じで言うから、ウニは食べたことない。そう、ないんですよ。あと好きな料理って言われると難しいな。でもイタリアンめっちゃ好き、てか洋食が大好き私は。そう、洋食が大好きなんですよ。和食も好きなんだけど、もうあのなんか体にいいとかそういうの抜きにしたらマジで洋食が好きなんですよ。てか洋食、あの小さい頃はマジで和食が苦手で、洋食しかもう好きじゃなかった、洋食しか好きじゃないは嘘だけど、ね、あとまあイタリアンは好きだね、中華も好きだし。そう、あれ、お母さんのハンバーグとか、お母さんのハンバーグね美味しいんだよね。まあ、何だろうか、すごいお店に出せるほどほんと絶品とか、なんかそういう感じじゃないんですよ。やっぱあるじゃん、お袋の味っていうのが。私はそれが完全にお母さんのハンバーグなんですよね。何なんだろうね。でもなんかこれ言うとさ、絶対お母さんなんでそんなこと言うのって絶対言っちゃうんだろうけど、結構玉ねぎが存在感強いんですよ。でもそれがめちゃめちゃいいんですよ私は。でもお母さんはなんかなんか絶対それで言っちゃうんだろうな、なんかお母さんがすごい雑に切ってるみたいじゃないみたいな、そういうわけじゃないんですよ。
全くそうじゃないんですよ。そう、絶対そういうわけ、お母さんそういうわけじゃないんだよみたいな、そういうことじゃないのよってなるんですけど、であとは結構ね、ソースの作り方忘れちゃったけど、ソースも美味しいんですよ。デミグラスとかじゃない、なんだっけな、ウスターソースとか使うんだっけな、もう何も覚えてない。でもそう、あの焼いて余ったお汁で作るから、まああとはちょ調味料入れてみたいな。デミグラスとかケチャップとかじゃないんですよね。それも美味しいんだよね。そう、でももうね長いこと食べてないんですよ、お母さんのハンバーグ。そう、もう自分で作っちゃうから、もう長いこと食べてない。食べたいな。お母さんの作ったミートパイもね、うん、食べてない。いやでもごめんなさい、私が皆さんにそうやすやす食べさせたくないんですよ、ごめんなさい。違う、できるできないの問題じゃない、私が食べさせたくないどんな独占欲みたいな感じですけど、そうそうそうです。いいんです、お母さんのハンバーグが美味しいって思ってるのは私だけでいいんだ私だけでいいんだよ。そうそう、そう、そういうことです。そう、お母さんの料理が美味しいって思ってるのは高岡家の人間だけでいいやばいやばいやばい人です、本当にやばい人ですね。でまだ私はお母さんからもう味を何も受け継いでないからね、なんかそろそろなんか受け継いだ方がいいかもしれないね、わかんないけど。そう、独占欲強めでしょそんなドヤ顔で言うことじゃないんだけど、そうそう、確かにサリメンは受け継いでる。サリメンは、まあ、私のお姉ちゃんの影響で、まあ、受け継いではいるけどね、確かにサリメンは受け継いでますけどそう、お母さん配信たまに見てるよ。そう、でももう最近は見てないね。なんかちょっと前はねほぼ毎日見てたみたいな感じだけど、最近はほんと1ヶ月に1回ちょっと見たよぐらいな感じですね。ほぼ毎日は嘘だったかも。でも割と頻繁に見てた。最近ね夕飯は私はもうね自分で用意しちゃうんですよ。そう、あの家族とご飯の時間が合わないから結構夜遅いんですよやっぱり。もう私はね夜遅くにご飯食べたくないから先に済ませちゃうからあれなんだけど、最近お姉ちゃんたちがね準備することが多くて、なんだっけ、あーもうまた名前忘れちゃった、あれ、でもその私の誕生日パーティーの時にお姉ちゃんが作ってくれた、多分な名前多分これだと思うんだけど、あってた、そうアッシェパルマンティエですね、がめっちゃ美味しかったんですよね。そうだからめっちゃ好きになったアッシェパルマンティエ。私の得意料理ないよ。そうない、マジでない。もう料理って言えるもの本当に何もしてないからないの、ごめんね。まあ強いて言うならちょっと最近お肉に味付けすることは覚えたけどね、まあその片栗粉まぶして焼いた後にポン酢かけるだけですけど、もうやっとち
ちょっと味を味付けを覚えましたぐらいのやつだから。そう、アッシェ・パルマンティエっていうのは細かく切ったお肉をジャガイモと一緒にオーブンで焼き上げた料理です。アッシェとは細かく切るというみじん切りの意味。でもこれはなんかフランス料理って言ったんでええんかいな。そうですね。でもなんか、まあ、グラタンに確かに近いけど、じゃがいもとか、まあ、ひき肉とか、まあ、いろんなものをみじん切りにしたものなんですけど、それがめっちゃ美味しかったんですよ。あれ相当食べたもん。もう一人でお皿半分ぐらい食べたんじゃないかぐらいめっちゃ勢いよく食べた。そう、もう掃除機で吸うように食べた。まあ、そうなんかたまにね凝った料理とかね作ってみたいなとか思うけど、もうね早く食べたいみたいな、パッ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 、おいしい、おいただきます、おいしいみたいな感じお肉焼いて塩コショウだけで満足しちゃうから、最近はねちょっと味欲しいなとは思うけど、基本的に別に凝った料理じゃなくても食べ物が食べれればって言い方変だけど、野菜ご飯お肉とか野菜ご飯お魚が食べられたら OK みたいな感じだから。そう、なんか唐揚げとかなんだろうか作んないんだよね。でもここ数ヶ月以内にマジで自分でサリメン食べたいなと思いますね。そう、そのだから焼きで終わっちゃうんだよね。どうしても焼いただけで美味しいからみたいな、イエーイみたいな感じでねやっちゃうからね。そうそう、でも最近は味噌を使うことが多くなって、そうだから味噌漬けとか、たまに温野菜に味噌とみりん入れて、生姜も入れてたっけ、ちょっと混ぜてソースをピャーってかけるとか、それこそ味噌きのこは作るようになったし、最近味噌を使うことを覚え、味噌とみりんを使うことを覚えました。はい、なんかもうちょっとね自分でこういう凝った料理作りたいってもうちょっと思うようにならないとダメですね。いやダメではないけどね、まあもう自分一人だけが食べるからいっかみたいな、パパパパ美味しいみたいな感じだからね。そう適当すぎる説明が適当。朝ごはんはねもう納豆と野菜とご飯の上に目玉焼きでいただきますみたいな感じだからね、まあ、それが美味しいんですよ。そう、目玉焼きはご飯の上に乗せて食べるのが一番美味しい。なんだったら半熟ぐらいがちょうどいいですね。半熟っていうか黄身が固まってないぐらいがちょうどいいです。でもたまにさ食パンの上に乗せて食べると美味しいんだよね。久しぶりにベーコンと卵乗ったトースト食べたくなってきた。みんなねラピュタ飯って言うけど、私の中ではねこれはラピュタ飯じゃなくて私のお母さんのレシピいやそんなことはないんだけど、なんだっけ、ショールームでその何やったベーコンエッグトーストだっけ、っ名前忘れちゃったんだけど、卵とベーコン乗ってたトーストめっちゃ好きなんですよっつったら、ラピュタ飯じゃんじゃないジブリ飯じゃんって言われたんだっけか。えそうなのみたいな。その時まだラピュタ見たことなかったと思うんだけど、私の中ではもう完全にお母さんのレシピで、お母さんも多分ラピュタ意識して作ったわけじゃなかったから、みんなねジブリ飯って言うんだけど、まあそれは OK ない、まあ私の中ではお母さんのレシピっていうことになってます。そう、で
もね、最近食べてないからな、パン食べてない。食パンが食べたい、食パン大好き。はい、というわけでなんか謎の言葉を残して今日はここら辺で終わりにしたいと思います。あすっごい音鳴っちゃった。それじゃあランキングを読んで終わりますね。13位から13位ロミツさん、12位大粒ちゃん、11位飯田ひろゆきさん、10位夏目さん、9位アーティさん、8位プレジョンさん、7位チャンスさん、6位手持ちぶたさん、5位ソランさん、4位 TKHKG さん、3位玉国さん、2位カラスのカーコさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、それじゃあ今日見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。またねー。